イワン・セルゲービチ・ツルゲーネフ1883年9月3日は、ヒョードル・ドストエフスキー、レフトルストイと並んで、19世紀ロシア文学を代表する文豪である。ロシア帝国の貴族。名前の表記は、ツルゲーネフのほか、ロシア語の発音に近い、トゥルゲーネフという表記も用いられる。ロシア中部をリオールに、地主貴族の家庭の次男として生まれる。 デカブリストの乱において、北方結社を設立した、エヌアイツルゲーネフも、同じ一族である。15歳で、モスクワ大学教育学部に入学。1年後、ペテルブルク大学哲学部に転じる。1838年から1841年まで、ベルリン大学で、哲学や古典語を学ぶ。1843年、内務省に職を得るが翌年に辞す。 1842年、批評家、ベリーンスキーに会い、以後、進行を続けた。1843年、女子誌、パラーシャを発表。その年、夫とこのある、オペラ歌手、ポーリーヌ・ガルシア・ビアルドに一目惚れし、彼女を追って、パリに移り住んだ。それ以後、西洋とロシアを往復する生活が修正へ続いた。 1847年から雑誌に発表された、良人日記で、貧しい濃度の生活を描き、濃度性を批判したことで投獄される。この作品は、濃度解放に大きな役割を果たした。その後も、1854年の、ムムユでも地主の下で使われる濃度たちの悲劇と、精神の解放を描いている。余計物の,の日記や、ルージンでは、 高い理想と教養を持ちながらも現実に対しては、無力ないわゆる、余計者を描いた。その後も、政治社会的な問題を主題とした、貴族の巣、その前夜ナロードニに気運動を描いた、諸女地などを、次々と発表し、社会論争を巻き起こした。理想主義的な父の世代と、唯物論的なこの世代の相告を描いた、父と、子は、 19世紀のロシア小説の最高傑作の一つに挙げられる。自伝的な作品として、アーシャ、初恋なども残している。晩年の小作品を集めた三文詩などもある。長く住んだパリで、西洋の作家、芸術家たちとの幅広い交友関係を築き、西洋へのロシア文学の紹介に大きな役割を果たした。1883年、 パリ郊外のブージバルで没しペテルブルクでは国葬が営まれた。日本ではいち早く双葉邸使命によって翻訳され、特に国木田独宝や田山カタの自然主義に大きな影響を与えた。ツルゲーネフはドストエフスキーの悪霊の登場人物のモデルの一人とされたという。本人は 革命家ネチャー F の仲間であるかのように描かれたこと、またドストエフスキーが編集する雑誌に寄稿した、幻影という小説が悪用されたことが不満であったと言われている。小説、ありがとうございます。